1945年の終戦間近、旧日本海軍将校だった大道寺実は、岩見造船に超大和型戦艦の建造を命じていたが、戦艦は終戦に間に合わず未完成となった。政府などにも極秘で作られていたため、バレてしまうと破滅が待っていたが、その後武装解除命令が出されても、大道寺はこのことを隠し通すことにした。岩見造船は戦艦の建造で莫大な損失を被ったが、1952年に占領軍が撤退すると、いつしか大道寺は内閣のフィクサーと、呼ばれるほどの存在になっていた。彼は裏の金で岩見造船に戦艦建造費の一部を賠償し、不足分は私に有利な法案を次々に成立させることで借りを返してくれてね。それは国家の法を私物化することに他ならなかった。やりたい放題でつながっていた大道寺と岩見造船。そんなバレてはいけない秘密を守るために、両名連合会は作られた。そして終戦から30年経った頃、大道寺は永久に秘密が守られるように、戦艦の破壊を命じたのだが、大道寺に対して切り札を失うことを恐れた岩見は、破壊の代わりに秘密を知る同胞の抹殺を提案し、当時勧誘した広瀬に、秘密を知る松永の親たちを殺させた。こうして2016年まで秘密は守られてきたが、キリュウちゃんたちによって秘密が暴かれると、大道寺と新たな契約を交わした岩見恒雄は、父の平蔵を殺し秘密や権力、金など、すべてを受け継ごうとした。父、クルス・タケルは、広島で自決しました。大道寺先生。戦艦の隠蔽と、その後の広島との癒着が先生方と結びつけられることはありません。そんな恒雄に対し危篤状態だった大道寺はこんなことを命じていた。戦艦を暴いた男を桐生一馬を始末しろ。しかし結局岩見の坊ちゃんは桐生ちゃんにぶちのめされ敗北。さらに大道寺実はこの世を去り、これで大道寺はついえたかに思われたが、大道寺の組織はかなり大きくなっていたようで、実の教え子などに石は継がれていた。大道寺は今回の件について口外させぬよう、桐生ちゃんと密約を交わし、桐生ちゃんは大道寺のエージェントとして、大道寺一派に属することとなった。大道寺のエージェントたちは管理者によって監視され、桐生ちゃんもその一人に、任務、ご苦労様でした。ただ、その後がよくありません。おつまみとはいえ、もう少し野菜は取らないと。いつでも俺を監視してるってわけか。またエージェントたちはコードネームで呼び合い、キリュウちゃんは上流と呼ばれていたんだけど、キリュウちゃんの他にもかなり多くのエージェントが、この大道寺一派に属していたんだよね。さらにエージェントの中には、キリュウちゃんのことを知っている者も当然いたんだ。やっぱあれだな、昔どんだけ偉かろうが年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな、キリュウ一馬、東条会の元四代目会長。下っ端でも猛者揃いと言われるエージェント、彼らもキリュウちゃんのように名を消した者のようだが、一体どれほどの人数がいるのだろうか。また桐生ちゃんの管理者は、花輪というエージェントだったんだけど、この花輪もまた名を消した者の一人だったんだよね。大道寺にはそんな人間しかいないのだろうか。基本的に大道寺には冷酷な人間が多いようだが、桐生ちゃんのことをよく知る管理者の花輪は、ある程度桐生ちゃんを信頼しているようで、こんなことも言ってたんだよね。これでもあなたのことは、特別扱いしてるんです。敬意を表してね。そんな花輪は管理者ながら桐生ちゃんに救われることもあり、二人の信頼関係はどんどん構築されていくが、この管理者という立場でも大道寺の組織の中では下っ端のようなんだ。私は組織のしがない末端で大掛かりにさらうような価値はありません。花輪ですら組織の末端という事実、一体上にはどれほどの指揮官がいるのだろうか。
そんな花輪をスカウトしたというのがこの住職。もともと花輪とはどんな関係だったのか。謎に包まれているが花輪とは深い関係のようで。キリュウちゃんに花輪の救助を頼んでくるほど、キリュウちゃんのことも信用しているようだった。私は本物の僧侶ではありませんし、この寺も私もまがいものです。大道寺一派の隠れ蓑にすぎません。花輪さんを助けてあげてください。実を言うと彼は私がスカウトしてきたんです。かつての私は大道寺の金庫番の一人でしてね、有能な部下が必要だったんです。そしてこんな裏の世界に引きずり込んだ。住職は花輪の上司にあたるようだが、こんな貫禄のある住職ですら金庫番だったことから、組織の中では上層部ではないようだ。そんな住職や花輪のような人間と違い、組織に従順で冷酷な奴がこの吉村だ。吉村は花輪と同じく管理者という立場ながら、組織のためなら仲間の犠牲も仕方ないという、キリュウちゃんとは対になるような人間だ。こいつは花輪が捕まった時もこんなことを言っていた。あいつが本当に大道寺に忠実なら、もう自分の手で自分に始末をつけている。そうでないなら、組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。さらに花輪とは無楽の対応を取ろうと指摘。キリュウちゃんのことをよく思ってないようだった。これからは特別扱いもしない。任務とあらば汚れ仕事はつきものだ。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティーを与える。またキリュウちゃんが花輪を救出した後も彼の口調からは何か憎しみを感じる。花輪救出についてはご苦労だったな、上流。ただし組織の命令に逆らった事実は残っている。特に俺の記憶からは絶対に消えない。この絶対に消えないという言葉、ものすごく根に持っていそうで、今後もキリュウちゃんと一悶着ありそうだよね。キリュウちゃんが大道寺の指示に従わなかったことで、花輪にキリュウちゃんを処刑させようとした時には、心の中で、やっちまえ、と思っていそうだ。そしてキリュウちゃんたちのことを理解し、行動を呼んでいた切れ者の主任。君らは今や、肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。キリュウさん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ、キリュウさんの命運もここまでのはずだった。主任は花輪の行動に欠けていたというが、花輪がキリュウちゃんを殺せないと分かっていたことだろう。そして大道寺は渡瀬組に500億を積まれて、キリュウちゃんの貸し出しを許可したんだよね。500億ぶら下げりゃ、どんな堅物だってまだが緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。主任よりもお偉方とは大道寺には一体どれほどの者たちがいるのだろうか。またキリュウちゃんのことを信頼している主任は500億の仕事の褒美として無期限の休暇も与えていたんだよね。手柄を挙げた者には見合った待遇を与える。新章出発ってやつだ。彼には恩を着せた方がいいし、それで組織の他の駒にもいい影響を与える。もう一つ、堂島の竜は味方として心強い分、敵に回したくはない。ああ、だからといって慣れ合いはしない。そして竜が如く7に登場した荻窪豊、既得状態となり幹事長の座を青木陽に奪われることになったが、この荻窪も大道寺の幹部だった。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者。会ったこともねえのに先生は無理だ。キリュウちゃんは荻窪と面識はないようだが、任務で荻窪の孫娘の用心棒をするなど、ちょっとしたつながりはあったんだよね。また大道寺にとっても青木陽はかなり邪魔な存在だったみたいなんだ。青木亮という都知事が
荻窪先生を追い落とし、後釜として民事党の幹事長になりました。彼こそが表の政治と裏の謀略で近江や東条会に首輪をはめる権力者です。若くしてず抜けた力を握ろうとしています。それは大道寺一派にとっても目障りこの上ない。最後に、全国にあると言われる大道寺の味と、その規模は思っている以上に大きいのかもしれないが、蒼天堀の味とにはまさかのゲームが置いてあり、ここにはゲーマーがいるのかもしれない。急に重要な組織として前面に出てきた大道寺、新たに西谷や獅子堂も回収し、エージェントとして手なずけられるのか、今後もこのヤバそうな組織から目が離せない。個人的にはこのままぶっ殺してやりたいとこだが、いいエージェントになるから生かしとけだとさ。